これだとあれだね、猫じゃないね、ガンバルマンってなっちゃった。ガンバルマン、ガンバルみたいになっちゃったね。猫じゃなかった。これのベースの、あとはファッション、あとはそれに沿って布を入れていくとか。私はファッション重視なので、ファッションを最初に集中する感じなので。じゃあさっきのポーズはもうこっちから横から履いてるところまっすぐじゃないから、私も横からその肩が上がってる瞬間が好きだったので、こっちももうちょっと肩上がらせちゃおう。ロリータが絶対取れなさそうなポーズで、おーいいのでは。やってみよう。まあ足どうしようかな。肩がふわってなってちょっと中が見えちゃうし、こんな感じで疲労を超えちゃってもいいかなと思いながら、果たして私これでちょっと上手くなってるのかな心配しながら。もうスカートの動きがあると全然違うような気がしますね。これはあると思います。実はこんなに足が長くないけど、だったらいいなぐらいの感じで描こう。大げさに。2番目の足どこにしようかな。だってこうやってこうやって広いたらおかしい。それはそれはこっちにしようか。うわー、体の出来立てがむずい。うん、この足が長いかな。どうなんですかね。お願いします。完成大丈夫ですか。完成です、okay. すいませんやっぱり足がやばかったと、胸が不思議なところにいちゃったと、なんか動き入れてみたけど、こっちが角度が合ってること、こっちがちょっと合ってないような、足がやっぱ合ってないかな。そうっすね。これだと多分結構すごい反ってるので、体勢が、うん、そこですよね。こう入れたかったけど、結局反ったから結局最終的にここに着地点がいっちゃったので、うん、ここの角度が最終的にここがまっすぐになってるから、うん、多分想像と違っちゃったのかなとは思いつつですが、うん、魔法少女の変身ポーズパワフルで描きたかったけど、パワフルではなくなっちゃった。どこかでスカートは今回は結構いい感じで広げてきたような気がするけど、うん、って感じかな、はいはいはい。まあ、早くスカート描いちゃったら、その後に体のパーツの調整はやりにくくなりますよ。ああ、じゃあまずは本当に体のポーズ決めてからアクセサリーとか。そうですね。初めに下にベースを引いちゃった方が裸体というか、そう、布描いちゃうともうそれかベースがずれちゃうので、基本がずれると、うんうん、もうどっから足生えてるのかとかなっちゃうので、だいたい体幹というかこういう感じ、うん、多分 丸を作るとこに豆の文化がちょっとないんですけど、ま、丸で大丈夫です。丸大丈夫ですか。でここからもうあとはスカートで、スカートも多分煽り下から見てたらこうやってめくればいいし、上から見てたらこう下に行くようにめくり変えると視点が定まっていいかもしれません。足もなんか長すぎるかなって思ってるぐらいがちょうどいいかもしれません。意外にリアルに描いちゃうと短いって、自分も前そうだったんですけど、結構短く描いちゃう癖があったんですけど、アニメのキャラとかやっぱり足長い、確かにセーラームーンがだんだんどのシーズンは年は取らないけど、どのシーズンでも足がちょっと長くなっちゃうんですよ、うん、最後のシーズンは足がすごい長くて、わかるわかる。これだとあれだね、猫じゃないね、ガンバルマンってなっちゃった。ガンバルマン、ガンバルみたいになっちゃったね。猫じゃなかった脇を締めるんですよね。あ、脇を締めるんだ、それ覚えとこう。開いちゃってるから多分なんか変なんですよね、おそらく多分こういう感じですよね。あー確かに、そうそう、近いといいかもしれない。すごい雑ですけど、おそらくですが。おー、じゃあイメージ的にはポイント的にどこを気をつけてほしいですか、実際描くときには。いや、 やっぱ初めに体のベースを描いた方が絶対良いと思います、うんうん、体のベースの、あとはファッション、あとはそれに沿って布を入れていくとか、おうおう、
あとちゃんと合ってるか、首からここが胸出てるみたいな、うんうんうん、それができてれば大丈夫かなって気はしますね。中心の線を、まあ、顔がもう十字引いてるんで、そっから どうなってるかみたいな、中心の線っていうか、この中心の線をちょっと意識するといいかもしれませんね。はい、はい、すいません。あ、嬉しい。でも納得いきます。私はファッション重視なので、ファッションを最初に集中する感じなので、確かにファッションの前にもちゃんと体のこと考えないと。おー、ですかね。同じポーズでも全然違うに見える。いいね。こっち猫感が出る。猫感、脇締めるところが、そう、猫こうですね。そうそう、脇締めると猫感出る気がしましたね。オッケー、わかりました。すごい役に立ちました。ありがとうございます。皆さんもキャラクターのポーズは足の長さも大げさ OK でやっぱり体を描いてから、そうそうそう、ベースのねボディを描いてから服を着せる、はい、にしましょう。続きは私たちの漫画プロジェクト、果たして私たち外国人が日本で漫画リリースできるでしょうか、を楽しめるリリースなので、ぜひその動画もチェックしてみてください。と、Twitter と Instagram をやっております。いぶきち4シーンで検索すると出てくると思います。もしくはハッシュタグ漫画ライブペイントとかでやると自分しかいないので、よかったらフォローしてください。お願いします。あと今年はイタリアとアメリカとドイツに、漫画ライブペイントやりに行きますので、お近くの方はぜひ来てください。はい、はい、会いに行きましょう。せっかくのチャンスなので皆さん、なかなか海外行かないんでよければお会いしましょう。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。